こんにちは、スターひろじです。今日は、沢の追い抜きについてまた話したいと思います。以前動画を上げたんですけど、その動画にね、やっぱり一定数の割合で、なんで抜いちゃダメなんだとか、皮はみんなのものだろうみたいなコメントがあったので、トラブル回避のために、どうしたらいいかを、考えてみました。はい。で、やっぱりね、一定数の人がね、追い抜きはいいんじゃないかっていう考えの人もいるようなんで、ちょっと何かを間違ってるようなね、気がするので、ちょっと話をしてみます。多分その追い抜いてもいいじゃないかとか、皮はみんなのものだって言ってる人は、沢釣りや源流釣りのこと多分知らないと思うんだよね。まあ、渓流釣りだったら追い抜き追い越しは別に、僕も別にいいと思うんですけど、まあ、川に大概渓流っていうぐらいだからでかい感じで川があって脇に道がありますよみたいな、そういうパターンだったらね、あ、別にいいんじゃないのみたいな。普通に東北の方だとそういう、釣ってる人の上に行って釣って、またその人は上に行って釣ってみたいな、そういうパターンで、やってるし、まあ、関東の方だね、特に。関東近辺の釣りは、まあ、渓流もあるし、大きい川もあるし、まあ、沢もあるし、ね、源流もあるし、そういうとこでの考えの違いがね、トラブルの原因になっていると思います。はい。でね、沢釣り、源流釣りっていうのは、一回川に入っちゃうと、移動がまずできない。一つ。移動がしづらい。できないこともないけど、だいたい車止めから1時間、2時間歩いて、やっと釣り開始の場所まで着く状況で、なおかつ、釣り上がっても半日とか、そういう、あ、なんつうの?渓流みたいにドーンと1日じゃ釣り切れない距離じゃなくて、まあ朝行って半日釣って帰ってきますよみたいな、さほど工程が長くない川での話なんで、そこでね、後から来た人に無言で抜かれるっていうのは、まあ大概の釣り人は頭にきますね。はい。まあ、それがね、合ってるかどうかっていうのはわからない。法律上何も問題がないんで。ただ、そのローカルみたいなルールで勝手に決めたんだろうっていうルールなんだけど、それをしないとトラブルが起きる、まず。はい。それは覚えておいてください。その、渓流しかやったことがない人は、注意した方がいいと思います。絶対にトラブルになるんで。で、前回の動画だと、自分がその無言で追い抜いた人に追いついて話をしてる内容だと思うんですけど、まあ、そこまでして引き止めるほどでもねえだろうとか、なんかそういうコメントもあるんだけど、まずね、僕じゃなかったら、おいこらですよ。おいこら案件ですよ。普通に、おいこらって呼ばれて、トラブルになって、釣りどこじゃない話になりますね。はい。まあ、やはりね、早く来てる人を無言で追い越すっていうのはちょっと、やっぱ早く来てる人に対して、ちょっと無神経すぎるっていうかね、ちょっとそれはないと思います。うん、普通に考えて。それが長い川だったらね、別にいいし、その、沢とか源流で追い抜くっていうのは、川を渡ったり、ね、そんな状況で上に行くんで、まあ、魚は出てこなくなっちゃうし、まず、後から来た人の心構えとしては、まず車止めに車があったら、まあ、いるだろうなっていうのを予測しますよ。そこでぶつかりたくなかったら、じゃあ場所変えようかって言って、まあ、車止めの時点で察して帰る。まあ、これが一番安牌だね。で、行くとしても、
行ったらいるんだろうなっていうのを想定して、まあ時間を置いて、まあ人が、自分遅いわけだから、人が、先行者いるんだろうなっていうのを自覚して、入って、まあ1時間2時間ちょっとそこでなんか、時間を潰して釣り上がっていけば、まあ魚が戻ってて出る可能性もあるし、まあそれが第2パターンだね。で、第3パターンとしてこう出会ってしまったら、こう、後から行って前に人がいたら、まず 声をかける。確実に。声をかけて、プランをね、聞かないと、その前の人にね。まあ、長い川だったら別に、長い川でも一応声をかけた方がいい。トラブルになるから。うん。あの、何が正しいって言ってるわけじゃなくて、トラブルになるから。確実に。あの、沢や源流で、あの、先行者を無言で追い越すと。まあ、ほぼほぼ、おいこらって呼び止められますね。まあ気が弱い人だったらまあ何も言わないでスルーしていくかもしれないけど、まあ自分が釣ってる間に追い抜かれて、まあ追い越し、意地でね、追い抜き、追い越し、もうお互いに釣りにならないからそれはやめた方がいいと思います。どこまで話したっけ？なんで、前に人がいる場合は、一応声を挨拶すると。釣れてますかみたいな。で、どう行きますかね、自分こう行きたいんですけど、と、まあ、言うなりして話をして、そこで、じゃあ俺はちょっと行くから、その先行っちゃっていいですよ、みたいな感じになるのか、いや、俺はここ全部上釣るから、ちょっと悪いけど、ちょっと時間潰して後から上がってきてくれ、みたいな話になるのか。とにかく先行者を優先しないと、トラブルになります。はい。で、沢がない地域とか沢釣りが盛んじゃない地域だと、沢割りっていうのをしないと思うんだけど、やっぱりそのトラブルを防ぐために、誰がどこに行くっていう沢割りっていうのがあって、その沢を誰が行く、彼が行く、俺が行くみたいな、その割り付けをね、やってるんだけど、それはね、やっぱりトラブルが起きないように、昔からやられてるわけで、それを無視してね、やっぱりみんな、例えばね、沢を割って、ここ、誰がここ、誰がここってこう、決まりました。まあ、それでも、沢割りに参加しないで、後から追い抜いてき、関係ねえだろ、みたいなね、感じで、頭を跳ねていくと、そこでやっぱトラブルになるわけですよ。そのトラブルを起こしたくないんであれば、やっぱり後から来た時点で、ちょっと控えめに、ちょっと、ね、下手に出て、対応した方がいいと思います。はい。まあ、どっちが正しいかっていうのはね、はっきり言って、どっちも法律にはそういうのはないんで、まあ、別に抜こうが抜く前が別に、罰せられる、ね、検査があれば罰せられないんで、ただ、その、現地でトラブルを、になりたくないんであれば、先行を追い抜いちゃダメですね。はい。あくまで沢の話ね。沢釣り、源流釣りの話。なぜ沢と源流はやっちゃダメかっていうのは、もう、長くないから、その沢の工程が。だいたい入って一日一人釣って、釣り上がって帰ってくると。まあ、そこがね、すげえ長い。3日4日かかるような沢だったら別にいいと思うんだけどね、道が脇にあれば。そうじゃなくて、だいたい、まあ1日半日ぐらいで釣り上がって帰ってくるような、まあ1人2人、ワンパーティーが1日遊んで帰ってこれるような川での追い抜きは、ちょっとトラブルの元になると思います。はい。なので、川がみんなのものとか、そんな距離さえ空ければ抜いてもいいんじゃないかっていう考えの人は考えを改めて、沢に入らないとトラブルに巻き込まれますよという話です。はい。ちょっとこの動画を見た人はね、ちょっと心に刻んで、まあ、どっちが悪いとかそういうのはない、うん、決まってないから、まあ、モラルマナー、トラブルを起こさないっていう観点から言うと、
後から来た人が引くのが一番、一番ですね。はい。なので、まあ、この考えがね、広まってくれば、トラブルは起きないと思います。よくね、やっぱいる、わかんないで抜いていくのか、確信犯で抜いていくのか、わかんない人もいるんでね。まずね、沢釣りやってる人は、前の人を追い抜くっていうのはね、多分ね、知らない人はいないと思う。そういう、ローカルルールっていうかね。トラブルが起きないようにするためには、やっぱり、抜いちゃいけない。はい。まあ、俺は、そんなの関係ね、トラブっても、すべてなぎ倒していってやるっていうぐらいの人がいたらね、まあそれは勝手にすればいいと思うんだけど、まあどんな奴がいるかわかんないんでね、沢には。喧嘩っ早い人もいるし、沢では何が起こったかわかんねえみたいな考えな人もいるし、まあ気をつけた方がいいと思います。そういう考えの人は。はい。以上。注意ですね。注意。今回は注意の動画です。それに注意して、平和に、穏便に、楽しく、釣りをやっていきましょう。以上、注意喚起でした、今日は。はい。